テレビアニメ推しの子公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ルビー役の井駒ゆりえです。有馬かな役の半めぐみです。めむち役の大久保るみです。私たちビーコマチです。イエイイエイイエイ。怒涛の展開が続いていた、推しの子だと思いますが、ここまでついてきてたくさん愛してくださった皆さん、本当にありがとうございます。やっぱり視点がいろいろ変わって、そこがすごく面白いなって思って、原作を読んでる時から思っていたので、なんか日記もやっぱりその展開、視点の違いで、いろいろな立場のいろいろな人間のこう絡まり合いが見れて、すごく私としてもこんなに素敵な作品に関わらせていただいているんだって、やっぱりずっとありがたいな、嬉しいなって気持ちいっぱいで、今2期を終えてここにおります。皆さん本当にありがとうございます。いやー、2期も本当に面白かった作中の登場人物からしたら本当に辛いこともたくさんあったんですけども、衝撃的な展開もあったんですけど、演じている身としては本当に楽しくってその連続だったんですけれども、それがやっぱりアニメの映像となって皆さんに届けられた時の感動は凄まじいですね。なんていうか、こう原作を知っていて読んでいて、かつ台本も読んでアフレコ V も見ていた身なのに、アニメでこうもまた楽しく見させていただいて、アニメならではの見せ方をしてもらっているんですけど、それもなんか解釈を大きく違えることなく、どんどん深掘り、アニメによって深掘りされてったなっていうシーンが、やっぱり演出として今回より多かったなって思うんですよ。なんか1話の、本当に1期の1話の、愛とルビーの、手を取って踊り合う、あのシーンを、この2期でも、幾度となくそういう瞬間を見させていただいたというか、次ないの?って思ってもらえるような2期になっているんじゃないかなっていう手応えが、今この瞬間からあります。2期は舞台編がメインなところもあったので、舞台編のところまではそんなに出番もなかったので、どっちかっていうとこう私自身としては一ファンとしてアニメを楽しく見させていただいて、なんかひいき目で見る、自分のキャラが一番可愛いし自分の出てる作品が一番素晴らしいっていうひいき目で見ちゃうんですけど、それを抜きにしても一番素晴らしいってなんかこう自信を持って言える、そんな作品が出来上がってる。でもそれを作ってる人たちがやっぱりこうもう汗水どころじゃない、もう下手したら血流してるかもしれないぐらいの多分気概でやってくれてるからっていうのもありますし、もちろん私もめむちを演じる時は同じぐらいの気持ちでやってますし、本当に原作アニメどっちも本当に素晴らしく作られて、そんな中にめむちょっていう、お休みどころ、憩いの場になれればいいなっていうなんかちょっと暗い空気になってもめむちょ見てちょっとクスッと笑えたらいいなーなんて思いながら演じさせてもらってたんで、なんかそういうのが伝わってたりとかしてるといいなとか思いつつ、本当に2期もすごく楽しかったし、楽しんでいただいてありがとうございましたっていう気持ちでいっぱいです。まず聞いたときどうでした、ポッピンツ。もう衝撃を受けて、お二人と話したいってなりました。なんかもうさ、早くてさ、何言ってるか途中から分かるんですよ。だからさ、そのレコーディングでデモをまず聞いたじゃない。はい、で、これはちょっと自分の中じゃ抱えきれないから、これ二人に連絡しようって、ね、思って連絡しちゃったんだよね。私もなんか、まず歌えるかなってなって、こんな難しい曲、今までもだからよっぽどじゃないと投げてこないぐらいの、でも一期の曲がすごくキャッチーで、どの曲も素敵だった分、新生ビーコマチ初のオリジナル曲ならあれぐらいキャッチーじゃないと、強くないとっていうね、そうだね、あるんだろうなっていうけど困惑しました、でも多分あとやっぱりその
B 小町、愛がいた時の B 小町から時が経ってその時の音楽みたいなものをすごくやっぱり感じて、今回これくらいやっちゃっていいんだはぁ、あ、みたいなのをすごく感じましたし、ただやっぱポッピン2にはやっぱなんかこう作られる作曲の過程そのものがドラマとしても作中に書かれてるじゃないですか。そうなんだよね。ああいう思いも汲み取っちゃうと、いやこれはもうなんか我が身に変えても歌い切らなければっていう気持ちになったんですけど、歌ってみて実際どうでしたか？遊びどころのある曲だなっていうふうに思っていて、まあサビの合いの手ではないですけど、サビ前だったりとか、こうコーレスをできるようなところもすごく多かったじゃないですか、うん、だからそれこそライブとかでやったら絶対盛り上がるんだろうし、そのためにも作られてる曲ではあるんだろうなっていうふうに思っていたので、もうなんか必死さはもちろんあったんですけど、なんかお二人がどういうふうに曲を歌われるのかっていうのをすごく楽しみにしながら収録したのを覚えてます。いやでもなんか実際歌ってみたら楽しかったんだよね。そうなんだよね。めっちゃ楽しかったんだよ、はい、でもあの体力がすっごい削られたやっぱりあのサビとかすごいずっと動いてますもんね。そうなんだよね、うん、なんか歌ったり飛んだり跳ねたりしてないんだけど、それくらいだよね、きっとね。もう本気で、本気でね。これはまずライブでやるかどうかっていうところがね、気になりますね。気になりますね。なんかあの、はい、しっかり MV 踊ってましたけど、いや、ほんとどうしようと思った。そこはどうしようと思った、ね、今後やっぱ我々前回のね、感謝祭で、はい、再現をね、させていた、まあ、再現というかね、まあ、あくまでも声優がまあ、キャラクターの曲を歌うっていうことではありますけれども、やっちゃったからね。まあライブに関しては要相談をね、やるやらないとかじゃなくて、どうやってやるっていう方向のね、前向きな相談をしたいですね。いやでもせっかくだからちゃんと届けたい、うん、そうなのよ、はい、いやそのために時間と体力とスケジュール調整がマネージャーさんたちにのしかかるっていう今よろしくお願いします。頑張ります。いやでもいろんな表情を歌えたのはめちゃくちゃ楽しかったよね。いやあんな浮かれたデートかましておいて、温泉で茜にあんなこと言われて、ぐちゃぐちゃだよね。許せないですね。いや、何を許せない？アクア、アクアなの？どこ？何を許せないの？いや、兄として考えるのか、ちょっと。いや、でも、メムチョ気配消してたからね、空港で。いや、どっち応援したらいいのかな？そう、どっちのこと？一気でも悩んでてくれたからね、メムチョをね、見守りながら。だけど、お風呂のシーンで、それは、そう。もう、不安しかよぎらんよ。よぎらんし、有馬かなもそこまで、あの人鈍感なとこあるけど、そこまで鈍感じゃないから、だからまさかねっていうセリフも、なんか、8割本当、2割は信じたくないみたいな。ニュアンス的には。そうもなりますよね。なる。さあ、知らないけど、知らない。我々は知らないけど、うんしてるじゃない、キスをその前に、はい、うん、だからなんかあれがやっぱり原作読んだ時もそうだったけど、なんかじゃあなんでデートしたんだ、最後の幸せがお兄ちゃん、いやもう本当にね、もうね、ね、もうなんかうん、茜は知りすぎちゃったからなんか、なんかもう、暗殺者みたいなことが出てきましたけど。お前は知りすぎたんよ。そうだね。そう。あとね、推測が大抵合ってる。そう。すごい人なの。ね。ファイルが。あの子ね、探偵事務所をやった方がいい。本当に。うん、組織入った方がいい、そういう。組織入った方がいい。すぐ、ナンバー3から2ぐらいまで。2くらいになっちゃうから。でも、そのやっぱ前の話数でさ、今後、デートを気をつけてあげてねって話があったじゃん、うん、なんかあそこかなって思って、アクアのカナのこともアカネのことも大事だったと思うんだけど、なんかこうアカネに傾くきっかけになったのって、有馬カナがアイドルであり今後のこと考えた時に愛のこともあって、うん、あそこなのかなっ
って思うと。そうなんよ。そうなんだけど。いや、そうなんだけど。でも、なんか、多分、それを言った茜って、もう私じゃないと思って言ってる、ね。そうなんだよね。それがまた、ね。そう、茜はさ、だからさ、いつでも身を引く覚悟がさ、できてんのよ。でもそこでさ、なんか、お兄ちゃん、いやもう私は許せてないんですよ。お兄ちゃんとしてもなんかこんなことになって、かなちゃんが落ち込めば落ち込むほどやっぱめむちゃんも気になるし心配になるし、でもだからといってさ、あかねが落ち込んでってもめむちゃんは勝手になるわけじゃん。いや、それじゃあもう違う人にする、もうもうあの二人じゃないですよ、それもみやこさんとかどう。みやこさん、ダメはい、ということで声の行方は分かりませんけども、はい、気になるね。はい、今負け戦です。今とっても、てかね、有馬かなもね、何も知らないのよ。そうなのよ、もう難しい。難しいのよ、これがね、今後にすごく左右してくるの、何も知らないがゆえに。そうよ。いや、だからね、もう本当今は負け戦中です。はい。やっぱりこう2期が始まる前からもう言ってしまえば1期の収録の本当に序盤の序盤からこうルビーちゃんが2期の最後に待ち受けているその展開を見据えて、まあ音響監督さんだったり周りのこうスタッフさん方だったりそれこそもう共演してくださっている皆さんだったりからこういろいろきっとこうそこまでに至るまでをこう見守ってくださる、そしてそこに至らせてくださるまでのこうなんていうか道といいますかを作ってくださるっていう環境がものすごくありがたいことにこうやって作っていただける現場であったっていうのもありますし、なんかこうルビーちゃんとしてもやっぱりあそこでまた今まで見ることのできていなかったルビーちゃんの面が見える瞬間だと思ってて、やっぱり復讐っていうのが頭をよぎってなかったわけでは絶対にない、まあ、復讐という言葉にならなくてもやっぱりこう自分の大切な人が、まあ、それは母親の愛ちゃん、そして憧れの対象であった愛ちゃんが亡くなってしまったっていうその瞬間によぎらないわけがないとは思っているんです。だけど前に進めていたっていうのはなんかずっといろんな気持ちが並行してあったような感覚がずっとあったので、なんかこう やっとではないですけれども、その今までとはまた違った気持ちを持ってその気持ちが大きくなったっていうあの瞬間へのなんか集中力ではないですけれども、この研ぎ澄まされていく感じがものすごくなんか自分の中では大切にしたいものだなって思いながら演じさせていただきました。こう収録の場でもすごくこだわって作ってくださっていて、もちろん こだわって作っていいものをっていう気持ち第一でやらせていただいているので、すごく何度も何度もやらせていただいたシーンでお待たせしてしまった瞬間っていうのもすごくあったんですけれども、それをがあってもこうずっと見守ってくださっていたといいますか、そこのルビーちゃんのシーンがどれだけ大事なものなのかっていうのをそれでもまたより自分の中で思いましたし、だからこそこうルビーちゃんがこれから向かっていく道っていうのは楽しい道ではきっとないっていうのは思いますけれども、だからこそ私はルビーちゃんを大事に大切に愛して演じていきたいなっていう風に思ったシーンでした。あ、何でしょう？こちらです、芸能神社にお願いをするとしたら、作中でもね最後、はい、みんなでお願い事してましたけど、芸能神社いろんなとこがありますが何お願いします？私毎年実はその商売繁盛の神様にお願いしているので、いつも毎年同じことをお願いしてます。あ、そうなの、そうだから芸能の神様に行くとしてもきっと同じ
ことをお祈りするかなって思ってもう決まってます私は。あ、それ言えること。言える言える。じゃあじゃあじゃあぜひぜひ。売れますようにというのは笑い話で、あの、はい、愛はかなにかぶせましたけども、はい、というよりもなんだろうな、この自分がすることでいろんな人にお返しをしていきたいってずっと思っていて、なんかやっぱり今放送されている作品はさ、もう注目していただいて見ていただいている状況っていうのは当たり前なのかもしれないんだけど、うんうんうん、やっぱり今まで関わってきた作品私なりにもやっぱりあっていっぱい、うんうん、もしかしたらこの推しの子で私を知ってくれて過去の作品に興味を持ったりとかしてもらって、うん、なんかその今だけじゃないこれまで関わってきた人たちにその自分の活躍で返していけるように毎年なりたいって思っている。うん、そう。それとやっぱりその応援してくれる人のためにもそれは必須だなと思っていて、だからなんか自分が仕事をこれからも続けていく上で人に返していけるように頑張りたいんで、よろしくお願いします、頑張りますっていう、うーん、なんかお願いしに行ってるっていうよりは私は意思表明に近いかもですね。なるほどね。返せる自分になりますみたいな。あ、でも言うよね、よくそのなんかお願い事をするんじゃなくって、はい、なんか決意表明をあの神様にお伝えするんだよみたいなことはよくね聞くからね、うんうんうん、あ、私はその一択です。うーん、お二人は何をお願いするんですか？私結構実はあの芸能的な考え方で言うとちょっと有馬かなに近いところがあるなって思うんだけど、うん、私を見てって思いがちなのね、うん、でその見てって言ってるだけじゃダメで、見てもらうためにはどうしたらいいかっていうのを常にやっぱ考えながらお芝居もするし、なんかそのね、大久保ルミってなければいけない理由が必要じゃない、はい、だってね、これだけ役者さんがいて、うん、素晴らしいこう方々がたくさんいて、でも役は1個しかないってなったら、まあ、そうなった時に私を選んでくれるための努力はもう自分の中でしてるつもりではある。もちろんもっとしなきゃいけないとも思うけど、でも最後の一押しなんだろうって思った時に運だったりするじゃん。スケジュールが空いてるとか、うん、たまたまその、まあ、プロデューサーさんが単純にこの子の方の芝居が好きだからとか、なんかいろいろさ、こうタイミングだったりとかあるから、そういう最後の一手で私を見てくれるといいなっていうお願い事をするかなって、ね、私もやっぱりその自分を応援してくれてる人って多分私が何かで頑張ってる姿を見るのが好きだと思うんだよね。で、多分推しの子とかもそうなんだけど、いい作品、私を選んでくれる作品があるってことはその作品に恥じない自分でいたいから、なんかその恥じない自分でいるためにできることをそのファンの人や、そうだね、そう考えるとハンちゃんとあんまり変わらないのかもしれないね。なんか自分のためにやってるんだけど、それが結果誰かのためになってるっていう考え方でお祈りしてるのかな、うん、私はそれこそ推しの子のオーディションを受けさせていただいた時に、テープオーディションからスタジオオーディションだったじゃないですか、うんうん、だけどスタジオオーディションが終わった後ってこの作品のオーディションに関してできることってなくなってしまう、自分がもう表現する機会っていうのはないじゃないですか、うん、だからその時にまさしく神社にお祈りしに行っていたんです。へえ、はい、でその時に お祈りしていた言葉としては、あのちゃんと住所を言って、あーそう言うよね、よく名前と住所言いなさいって、住所を言って、自分がもし選んでいただけたら絶対にもうあのこれ以上ない力すべて注ぎますぐらいな、なんか本当にさっきおっしゃってたように意思表明というか、うんうん、今後の向き合い方の表明をしに行くかなって思いました。それをすることでやっぱりこう自分の中でも奮い立つものがあるというか、でそれがつながってつながってなんかこう積み重ねになっていくものなのかなって思ったので、なんかこう推しの子のオーディションの時をすごく今神社のお話で思い出して、そういうお願いするかなって思いました。いやー、続編ありがたいですね。ありがたいですし、ここまで
来て、はい、やらなかったら嘘だ。だってあの終わり方気になるじゃないですか。そうなのよ。嘘だ。あれ、あの MV これからどうなって、カラちゃんの恋愛どうなって、ねぬちょどうしたらいいの、アクアの復讐は、ルビーちゃんどうなる、アカネはっていうところで、はい、もうこれをね映像で見られる、嬉しいですね。嬉しいですね。どういう形になるのかはまだね分からないですけども、そうですね、でも皆さんの元には届くことが、続編が決定しますね。はい、いやみんなのおかげだと思うな。本当にみんなの応援のおかげです、はい、ありがとうございます。本当に楽しみです。テレビアニメ推しの子第2期をご覧くださった皆様、本当に本当にありがとうございました。1期から続いて、まあ、1期の時もそうだったんですけれども、毎回怒涛の展開といいますか、感情がこうあっちに行ったりこっちに行ったり、次がどうなるんだろうっていうのがものすごく気になる、終わり方、そして始まり方の推しの子が帰ってきたなっていうところから、ここまで見てくださってついてきてくださった皆様には本当に本当に感謝しかございません、この終わり方がやっぱりすごく気になるのはもちろんそうですし、ルビーちゃんを演じている身としては、こうルビーちゃんがこれからどうなっていくんだろうっていうところもすごく気になっているところで、こう皆さんの中にもこう推しの子の第2期を見てくださって中で、こう自分の中でお気に入りのシーンだったり、すごく考えるシーンだったり、衝撃を受けるシーンだったり、こう皆様の中に何か一つでも二つでも三つでも残っているものがあればいいなというふうに今思っております。本当に推しの子という作品に関わらせていただけて幸せ以外の何物でもなくて、こう愛してくださっている皆さんがいてこその幸せですので、これからも推しの子きっとね、何かあるんじゃないかな、続いてイベントとかもありますし、今後の推しの子もぜひ皆さん愛していただけたらなと思います。ひとまずは推しの子第2期ありがとうございました。第2期もここまで、愛してくださって本当にありがとうございます。そうですね、第2期になってよりまた挑戦がこの推しの子でもあったといいますか、お伝えしなければ内容、物語、中身含めてもそうだと思っていますし、あとはその一人一人の人生にやっぱり大きく触れていく作品だなっていうふうに思っておりまして、それが出会った人の分だけ、登場人物出会った人の分だけ生き方があって人生があってっていうのに大きくまた触れていったなというふうに私も思っています。きっとこの役者というものを志している人にとってはもちろんですし、ものづくりというものを作る、届けるお仕事に携わっている皆さんにとってはもちろんそうだと思うんですけど、そうではない仕事をしていたりとか生活をしている人にとってもきっと心に返ってくるものたくさんあったと思います。これからがね、また推しの子、覚悟のいるお話いっぱいあるんです。だからこれをお届けできるかはまだわかりませんけれども、どこまでどうお届けできるかはわからないですけれども、なんか今まできっとこう、推しの子を愛してくださった皆さんのおかげで、たくさんの景色が見れていると思います。だからきっとみんながまたまた、この先もずっと2期終わっちゃったけど、原作だったりとかいろんな展開で推しの子に愛情を注いでもらって、そのエネルギーを膨らませてって育んでいってもらえたら、きっと素敵な景色がまた待っていると思います。なので引き続き推しの子をたくさん愛して、それを届けて広めていってもらえればなと思います。本当に第2期応援ありがとうございました。本当にみんなと生きて戦ってきた推しの子第2期だと思ってます。作り手の皆さんも応援してくれるファンの皆さんもです。なんで引き続き推しの子愛していきましょう。またね。すごい、あの舞台編から始まって MV を撮って、そしてルビーがあんなことになってっていう、こう怒涛のね展開が、1期の時も本当に怒涛の展開でしたけど、2期はそれを超えるんじゃないかっていうぐらい本当にスピード感があって、でもなんかどこかリアルで、なんだかこう現実に本当にこういうことがあって、それをそのまま漫画にアニメにしてるんじゃないかって思うような瞬間がある、そういったところが本当に推しの子面白いところだなって思いますし、
なんか一人のファンとしてもやっぱりこれだけのクオリティ、これだけの作品を見ることができて幸せなのに、そこに自分がキャラクターの役として関わっているっていう、そういう本当にさっきねタイミングって話がありましたけど、一つタイミングがずれていたらやっぱりこうもしかしたら別の人が別の役をやっていてもおかしくないっていうのは本当にあることなので、だからめむちょに推しの子に出会えたっていうのは本当に自分の人生の財産になるなっていうのを改めて2期を通しても思いましたね。YouTube の方でもねめむちょはずっと宣伝活動を頑張ってやったりもしていましたし、だからあんまり1期から2期まで離れてる気って私の中ではしてなかったんですけれども、今回もずっと新しい衣装をもらったりとか生配信してみたりとかいろんなことをね試して、でコラボもたくさんあったので、ね、ビーコマチ3人でもいろんなもの撮ったりとか、いろんなところで推しの子のねその絵を見たり、なんか一期のオープニングのアイドルだったりとか流れてきたりとか、本当になんかいろんな街中に推しの子溢れているなって思ったので、それだけのそのなんていうか作品として大きくなったのは応援してくださってる皆さんのおかげですし、原作をね書いてくださっている先生方と、そして作り手の皆さんのおかげだと本当に思っているので、それがこれからも続いていったらいいなと、続いていったその先にみんなでいつかようやくここまで来たねって言える日が来るといいななんて思いながら、はい、これからも推しの子楽しんでいきたいと思います。2期改めてありがとうございました。お疲れ様でした。ということでルビー役の囲碁ゆりえと、有馬かな役の半めぐみと、めむち役の大久保ルビでした。せーの、推しの子チャンネル。